オルドビス紀とは、地質時代、古生代前期における区分で、約4億8830万年前から約4億4370万年前までを、指す。オルドビスの名前は、模式地である、ウェールズ地方に住んでいた古代ケルト系部族、オルドイケス族からついた。奥陶キとも言う。オルドビス紀は、生物の多様化が、カンブリア木並みに進んだ時代である。 オウムガイに代表される、軟体動物や西洋虫のような節足動物、筆石のような反作動物が栄えた。また、オルドビスキ後期には顎を持つ魚類が登場した。オルドビスキ末には大量絶滅が起こった。オルドビスキは、以下のように7の時代に分けられている。オルドビスキは、県西大の5大量を絶滅事変の一つに、数えられる大量絶滅により、その終焉を迎えた。 このオルドビス期末の絶滅事変は、絶滅した族の割合で見れば、ペルム期末の大量絶滅に次ぐ大規模なものである。海生多細胞生物のドガの22%、族の49%が絶滅し、湾ク類、コケムシ類も大打撃を受けた。大量絶滅の原因は、はっきりしていない。この時期、大陸は南極域にあり、 短い期間であるが大陸氷河が発達した。絶滅は氷床の発達に伴う海水準の低下時及び氷河の消滅に伴う海水準の上昇時の2回確認されている。ありがとうございます。